しん、これでいいのか。マインクラフトー。注意、読むの面倒なので自分で読んでね。引き続き、トラップの拡張をやっていきますよ。前回の動画を見ていない人は、まあ、見るも見ないもあなたの自由。まずはゾンビピグリンを落とすための穴を拡張します。落ちる様子を見れるようガラスで作っていきますよ。何か大事なことを忘れてるんじゃないの？この作業をやること以上に大事なことなんてあるか？あ、忘れてた。そういや今夜一緒に寝るんだっけか？そんな約束してません。記憶を捏造しないで。ちなみにその寝るっていうのはスリープのことか？それともメイクラブのことか？だからそんな約束してないって言ってるでしょ。じゃあ一体何を僕は忘れているっていうんだい？トラップドア。トラップドアをつけるのを忘れていたな。めちゃくちゃやり直しじゃないか。この時間を無駄にしている感が、僕の精神を傷つけていく。この程度のことで精神的ダメージなんか受けないでよね。今こうしてガラスを回収している僕の心は、まさにガラスのハートなのだよ。繊細で傷つきやすく、そして、風呂にガラスを使いたがるのもこのガラスのハートのせいだ。それはあんたの変態的な性欲のせいでしょ。そんなひどいこと言わないでよ。私傷ついちゃうわ。こうしておかないと落ちるゾンビが途中で引っかかるかもしれないからね。確実に下まで落とす構造にしておかないと。しっかり最後までつけておきますよ。ウミガメの卵も置いたし、これで穴は完成だ。あとはただひたすらに黒曜石を集めるだけだね。本当にそれしかもうやることは残っていない。やることがなさすぎてこの動画は大丈夫かと心配になるよ。こんなことよりも内容の薄い動画をたくさん作ってきて今さら何を。さて、ビーコンを移動させましょうかね。ってしまった、ビーコンを起動させるための、鉄インゴットを持ってくるの忘れてた。エンダーチェストに入ってないかな？あ、あった。ってあれ？黒曜石いっぱい入ってるじゃんそれ。ちょっと見てみるか。めっちゃ入ってるじゃん。こんなに黒曜石余ってたっけ？ 3 年前の作業の時の残りか？全然記憶にないが、ラッキーだ。これも全部使っていこう。ってことでビーコンを柱の近くに置き直してと。前回同様柱を削っていきますよ。削り終わるまで数十分かかるから、雑談とかして間を持たせてくれ。カット編集。はい、掘り終わりましたよ。間を持たせる意思が全くないカッパ様。よろしい。よく頑張った。なんだその適当すぎる受け答えは。さて、これで黒曜石は足りるかな。さっき見つけた余りの黒曜石と合わせたら、なかなかの数になるが、多分足りない。じゃあ僕が黒曜石を設置している間に、ちょっと余分に掘っておいてよ。それは嫌だ。なんて非協力的なレディーなんだ。さて、トラップ制作の再開だ。壁の上にうまく着地できるかな？繊細なエリトラコントロール力が試される。って失敗した。やっぱ難しい。落ち着け。まだ死んでいない。花火を使えば脱出できるはずだ。すぐに上を向いて花火を発射だ。行くぞ、発射。失敗。って奇跡の着地。押すな押すな押すな。イエーイ。どうしてこんなことに。どうしてこうなったし。って帰りとら、早く回収しないと。ああ、僕のアイテムが運ばれていく。花火が流れていく。他のアイテムも無事だろうか。よかったー、全部無事だ。マグマによるゴミ箱を廃止して本当によかった。数ヶ月前なら金塊以外はゴミ箱行きの装置だったからなー。ゾンビ肉運搬システムが僕のアイテムを救ったのであった。おかえり。ただいま。今まで見てきた中で一番芸術的な死に方だったよ。よくまあこんな一マスの穴にスポット落ちれたねー。
まさか自分で作ったトラップで死ぬことになるとはな。驚いたし正直複雑な気持ちだよ。完成するまで穴は封印しておこう。もう穴でこんなに怖い思いをしたくはないな。男にとって、穴は優しく温かく心地よいものであってほしい。生き返って早々何を妄想しているのやら。さて、作業再開だ。ガシガシ黒曜石を積んでいきましょうね。さっき集めた黒曜石を全部使い切ってしまった。ってことで昔集めた黒曜石を使っていきますよ。いい感じに作業が進んでいきますなぁ。足りませんでした。あとちょっとなのに。予想通りの展開。仕方ない。またエンドに行かなければ。中途半端な作業にしたくはないので。きっちり一本削っていきますよ。余った黒曜石はまた別のことに使いましょう。今必要な分だけ集めればいいのに。作業を計画的に進めるのが苦手なんだよ。そんな不器用なところを見せて、キャップ萌えで女性ファンの心をつかむ。自分からそういうこと言うの気持ち悪いからやめた方がいいよ。そういうことらしい。なので、視聴者のみんなは今の話は聞かなかったことにしてくれ。ってことで掘り終わりました。これで十分足りるだろう。てか結構余る。残ったのはこの一本だけか。せっかくだからこれも削っちゃえば？そのうちやるさ。でも今はトラップ作りを優先だ。よし、全部埋まったぞ。あとは着火してゲートを開くだけだ。いよいよゴールが見えてきたね。そんじゃ、やっていきますかね。全ゲートに着火でございます。着火漏れがないよう慎重に。ゆっくり落ちるのと高速で落ちるのがいるね。高い方から落ちるゾンビは高速落下だな。思ったより時間がかからず、割とあっさりと完成させることができたな。これでもっと金が手に入るわけだけど、金を使って何をするつもりなの？今のところなーんも考えてない。どんなことに使うのかは、未来の僕に託すとしよう。いやらしいことには使わないでよね。君が喜びそうないやらしいことには使いたい。そんなものはない。まあとにかく、チェストに金が溜まるのを待ちましょうや。ありすぎて困るなんてことはないんだからね。よかったらチャンネル登録してね。高評価、グッドボタンもポチッとね。こりゃ押さないわけにはいかないな。奇数回、好きなだけ押させてもらいますぞ。